寝て。はい、ここでこのダンボールやるね。ダンボール、誰が見てもダンボール。ダンボールの一番下と一番上を受けて、この真ん中、真ん中やったらどこでもいいです。真ん中の辺にそれを自分の好きなところにペタッと貼っていきましょう。ペタッと貼った。はい、ちょっとあの、このカッサカサのノリあるかもしれんからな、ちょっとみんなでシェアしてください。めっちゃ乗ってる。なんか赤いやつ、ほんなら父ちゃんにください。赤いやつ、赤いやつ、赤いやつ、赤いっていうか、これ偉いよ。豚はこれ、はい、今自分がどこに貼ったか、自分の色どれか覚えてる？正当解除、こっちの下でも大丈夫です。手を見て、手を見て、合体した。合体したか、同じに合わせてたね。乗っといて、ほら、いいよ、お、いいよ、めっちゃ。ここのラインからここのラインの間、ここのラインからここのラインの間、ここにする。あ、上手上手、あった。お、いいね、キラキラ。あ、おいも。
ビニールテープやな、ビニールのちょっとすぐやつやな。ちゃんと取って、そんなに硬かった。はい、ありがとうございます。はい、みんな貼ってくれたやつ見えるかな。見える見える見える、切る、ブロリがゴッとして切る、さらに閉じちゃいます。はい、じゃあ今ね、自分がどこら辺にあってどんな形だったか覚えてますか？何色だったか覚えてますか？はい、青色。セーブ、使うね。青色。青色。
はい、4番、5番、6番、7番、8番、バーっていきます。4番、目の輝き、5番、視力、6番、光物の略、7番、色、艶など、輝くほどの美しさ、ね、8番、要望、容姿など、まばゆいばかりの美しさ、ね、9番、映えあること、映え、見栄えのすること、言うは映えるっちゅうやつ、光、映えるやつです。はい、で、ちょっとまた戻るよ。イエス様はこんな風に言ってますね。私は世の光です。イエス様おっしゃってますね。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。やって言ってます。さっき1番から9番までバーっていった中で9番覚えてる人、こうちゃんの話聞いてたら9番覚えてる人、はい、何言ってるの？3番で10番9番、みんなが覚えやすいやつ、そうなんですよ、9番絶対これは覚えるの、覚えるんちゃうかなと思って9番忘れた、映えること、映えること、さあイエス様は自分のことを光ですって言ってる。イエス様は映える。映える。映えるね。映えるね。はい。でもイエス様の映えるって一体何だろう。考えてみました。あのね、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命だから。イエス様は自分自身が光ですって言ってるでしょ。自分自身が光ですって言ってるんだけど、そのイエス様と一緒に歩んでいくと闇の中は歩かないんですよ。ということで、やだ、芝で遊んでくる。例えばちょっと電気消してもらっていいですか。全部消してもいいかな。せっかくやからちょっと、はい、はい、例えばですけど、パパ、おめっちゃ暗いな、はい、だって光がイエス様、最初、創世記、聖書の一番最初の話、光をあれ、そして光があったんだよね。神様は最初に光、創造されました。で、イエス様は世の光です。神様は自分自身を光ですと言ってるんだよね。じゃあ、このイエス様、神様、このイエス様の光が暗闇、世の中の暗闇に来たときに一体何が起こるか。中に入った、嬉しい、見ますか、お見えた、キラキラ、イエス様の光を受けてみんなが咲き張ってくれた、みんな自身青だったり緑だったりピンクだったりいろんな色だったよね。そう、イエス様の光をもらうことによって、イエス様の姿をもらうことによって、みんな自身もイエス様のように光り輝くことができます。いいですか。命の光を持ちますって最後に書いてました。もしこのイエス様の光がなかったら、なかったら、なかったら、は、真っ暗、こんな感じだね。え、めっちゃいいよ。何も光ってないですね。めっちゃよくない。でもイエス様の光をもらうことによって、あ、いい、めっちゃ、みんな自身が中みたい光ってるんです。で、みんないろいろ自分なりのいろんな形、こうバラバラの形とったでしょ、ね、みんなが同じ形はしてません。みんながそれぞれバラバラの形をしてます。みんながそれぞれいろんな色を持ってます。で、みんなが自分で貼った場所、自分はここだったりここだったりいろんなとこ貼ったけど、みんながそれぞれいろんなところにいます。どこにいても、どんな形をしてても、どんな色を持ってても、イエス様の光はみんなをこうやって輝かせてくれるんですね。はい、クリスマスです。クリスマスになるとあっちこっちキラ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 してます。うわー、綺麗やなーってこうちゃんも思うけど、みんなも覚えててほしいのは、キラキラしてるクリスマスツリーとか電球とか
いろんな光るものがあるけど、みんな自身がイエス様、神様のことを知ってピッカピカに光ることができます。それを今日はお話としてして終わりたいと思います。はい、じゃあ振り仮名をちょっと振ってなくてごめんなさい。一斉で作っちゃいました。なので電気つけましょうか。はい、はい、じゃあ電気をつけましょう。じゃあ漢字の読める人は一緒にね、漢字がちょっと難しいなーっていう人はまあ聞いててもいいです、ね、はい、じゃあこうちゃんが一緒に読むから、みんなも一緒に大きい声で、セーブ元気あるの大きい声で読んでいきましょう。いきますよ、せーので、イエスは再び人々に語られた、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。ヨハネの福音書8章の12節。はい、ありがとうございます。今日の話はこんなお話でした。これからね、クリスマスまでいろいろピカピカするのを見たら、自分も俺も光ってるねーってなせんな、なクリスマスツリーに飾ってもよりも俺の方が光ってるねーって言って注目。はい、じゃあお話しまいたいと思います。